こんにちは一瀬ですえ今日は昨日に引き続きまして天皇皇后両陛下のチャールズ国王主催の晩餐会のスピーチに関してお話していきます。え昨日ねチャールズ国王のスピーチをご紹介させていただきましたので今日は近城陛下の返礼のねお礼のスピーチをご紹介してまいりたいと思います。 でもなんか昨日、ですね日本のメディアでもこの日本語の、ね、字幕を画面の下につけてこの両方の、ね、スピーチを紹介していたような映像もありましたので、まあ、すでに、ね、そちらでチェック済みの方もいらっししゃるかもしれませんえちなみに昨日、ね、ご紹介したチャールズ国王のスピーチの方なんですけどこれ、実は晩餐会の後にイギリス王室の、ね、公式サイトにあのチャールズ国王、ね、こんなスピーチをなさいましたということで公開されていたので、まあ、それを、ね、あの日本語にさせていただいたんですね。 であの天皇陛下のスピーチもなんかね晩餐会の翌日とかには宮内庁さんのね公式サイトにこういうことをねおっしゃったんですよというのをこう英語と日本語とかでね公開されてしかるべきだと思いますが、まあ、あの女それはされていなくてです1000、ねまあ、人以上ね、ね宮内庁職員がいるのに誰もねこういうことをしないのかってね公式サイトの更新をしていないのかという,ふうに思ったんですが。 実はあの海外のサイトでこの天皇陛下のスピーチをね、こう文字起こししてくれてた人がいらしてなんでもしかしたらその100%ね、完璧ではないかもしれませんが、えー、宮内庁がね、仕事をしてくれていないのが悪いということで、えー、この海外のメディアのね、えー、文字起こしと、えー、そして晩餐会のライブ映像から日本語にしたものをご紹介してまいりたいと思います。 またね今回の天皇陛下のスピーチであのカミラ王妃の呼び方なんですがこれを日本語に訳すにあたりですね「まあ、Your Majesty's」っていうのでチャールズ国王とカミラ王妃ね、まあ、同時に呼びかけてるわけなんですけど。 えー、国王陛下というねこの役はいいとしてカミラ王兵女王陛下というのはやっぱりそれはおかしいのであまりね使わない呼び方ではあるんですけれども、えー、国王のお妃様をね、えー、呼ぶ呼び方の中に、まあ、皇后陛下的な感じの呼び方で王后陛下というね呼び方がありますので今回は王、えー、后陛下というね、えー、この日本語を使っております。 えそして昨日と同じくね一旦全てスピーチを読み上げましてから最後にね私のコメントをお話しさせていただきたいと思いますえそれでは早速金城陛下のスピーチをご紹介していきます国王王豪両陛下この度は皇后陛下と私を国賓としてお招きくださりまた今回の訪問の実現にあたり国王王豪両陛下並びにイギリス国民の皆様の多大なご配慮とご尽力に心より感謝申し上げます 実のところこの度のご招待は私が心から尊敬しております故エリザベス二世女王陛下から5年前にいただいたものです。しかし残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響により訪問を延期せざるを得ませんでした。ようやく今回ご訪問が実現することになりましたことは最高の喜びです。また本日午後、日本に関するロイヤルコレクションの品々を拝見させていただき、両陛下には大変感謝しております。 長年にわたり築き上げられてきた日本と英国の交流の深い重要性を一層強く感じております私自身英国に留学し多くの人々と交流し特に英国王室の方々と温かいお付き合いをさせていただくなど両国の交流の一端を担うことができたことを嬉しくまた感謝しております かつて両国の友好関係が損なわれた悲しい時期もありましたが故エリザベス女王陛下のお招きにより大変な時期を経て日本の天皇としてこの国に足を踏み入れられた祖父の昭和天皇そして父の上皇陛下のお気持ちに思いを馳せ感慨深いものがあります。皇后陛下と私は両国の友好関係が将来にわたって確固たるものとなるよう多大なご尽力をなさった方々に深い敬意と感謝の意を表したいと思います。 1971年の国賓晩餐会で祖父は日本と英国の両国の国民がさまざまな分野でこれまで以上に緊密に頻繁に交流し心を開いて話し合うことを心から望んでいると述べましたまた父も1998年の国賓晩餐会で表明したように両国民が真の相互理解を目指して努力を続け世界の平和と繁栄のために手を携えていくことを心から望んでいました 今日私たちの社会はますます多様化し複雑化しさまざまな地球規模の課題に直面していますこれらの重要な課題に取り組むには世界中の英知をさらに集結する必要がありますこうした中両国国民が長年にわたり真の相互理解を求めて真摯に対話を重ねてきた結果日本と英国が世界をリードする連携と協力の分野が数多く生まれ今後も増えていくことを大変嬉しく思います その一つは日英の科学者が最先端の医療研究を通じて世界に貢献してきたことです iPS 細胞はノーベル生理学医学賞を受賞した山中伸弥博士の研究で世に出たものですこれはノーベル賞の共同受賞者であるジョン・バートランド・ガードン卿の先行研究を基盤としており再生医療に大きな革新をもたらしました 明日訪問するフランシス・クリック研究所では両国の若手研究員を含む多くの人々が協力しがん研究やインフルエンザ対策の分野で新たな大きな課題に取り組んでいます。また昨日は1953年の北海洪水の後に建設されたテムズバリアを私的に訪問しました。 英国における高潮予測能力の発達はノーベル文学賞受賞者である日系英国人小説家和尾石黒卿の父である日本人科学者静石黒博士が大きな貢献をしましまた。石黒博士は英国の研究機関に招かれ北海の高潮を正確かつタイムリーに定量的に予測する実用的なモデルを開発しました。 和夫は石黒博士が自身の研究に基づいて開発したアナログ計算システムは BBC のドラマ「ドクター風」に出てくるタイムマシンタージスのようだったということです。電子工学と海洋科学を横断する石黒博士のユニークな学術的イノベーションは時空を超えて今日でも日本と英国の研究者に大きなインスピレーションを与え続けていると私は信じています。 今回の訪問では国王陛下が講演者を務められておられる旧王立植物園を23年ぶりに訪問し絶滅を逃れるための種子保存に取り組むミレニアムシードバンクの取り組みを拝見したいと考えております。気候変動や生物多様性といった重要な分野において国王陛下が情熱と危機感を持って取り組んでこられたことに敬意を表します。また両国の多くの人々がこうした環境問題に強い関心を持ち その解決に尽力されていることに勇気づけられますミレニアムシードバンクには岩手県から赤松などの趣旨が寄贈されたと伺っておりますその中には東日本大震災で津波被害に遭い数万本の松が根こそぎ流された高田松原で唯一生き残った奇跡の一本松と同じ種類のものも含まれているそうです この種は地震からの復興、そして日本と英国の友好の象徴として将来にわたって長く保存されると信じております。最先端のパフォーマンスラボを見学できる王立音楽大学を再訪すること、また皇后とビクトリアアルバート博物館を訪問し両国の子供たちと交流し国境や時代を超えて私たちの文化や芸術が子供たちにどのような刺激を与えているかを直接感じたいと考えています。 また皇后と私が学生時代にこの国の生活や文化を体験したオックスフォードも訪問する予定であり学術研究教育の分野での両国の協力や若い世代の交流の促進に魅力ながら貢献できればと考えています申し訳ありませんが国王陛下にとっては間違った場所かもしれませんが日英関係は長年何世代にもわたる人々の交流を通じて育まれてきました。今今回の英国国訪問が今後両国関係を担い、 さらに発展させていく若者や子どもたちに両国の友情と善意をしっかりと受け継ぐ一助となればこの上ない喜びです。今日両国間の協力と交流は政治、外交、経済、文化芸術、科学技術、教育などさまざまな分野で行方にも重なって加速しており両国関係はかつてないほど強固になっています。 感謝と尊敬と誇りを胸に先人たちが歩んできた道をたどりながらこの雄大で裾野の広い山をさらに高く登る機会を与えられたことは私たちにとって幸運なことと言えます。日本と英国が比類なき友人として今後も国民の交流を通じて真の相互理解に努め友情と善意協力に基づく永続的な関係を築いていくことを心から願っています。ここで、国王・王豪両陛下のご健康 両国関係のさらなる発展と世界への貢献、そして日本と英国の国民の幸福が長く続くことを願い、乾杯の挨拶を申し上げます。乾杯ということでね、<laughs> えー、昨日あのご紹介させていただきましたあのチャールズ国王のねスピーチと同じく、まあ、非常にね、えー、感動的な内容でございました。 そして昨日のねチャールズ国王のスピーチで「ハローキティ」の50周年をちょっとユーモアを交えてねご紹介していただく場面がありましたが X でねご覧になった方もいらっしゃると思うんですけど実はこのチャールズ国王のメッセージに「ハローキティヨーロッパ」が反応してくれてましてなんかキティちゃんがね「ねあのサンキュー」って書いた感じで。 なんかお辞儀をしているイラストとともに天皇皇后両陛下のイギリス訪問中にチャールズ三世国王がハローキティの50周年の誕生日に祝福の言葉をくださったことに深く感謝いたしますという感じでねあの英語で、ね、メッセージがポストされておりましたこれもねとっても嬉しいことでなんかサンリオさんの社内でもね相当盛り上がったんじゃないかなってね、まあ、そんな気がしております さあ、そしてね、あの、金所陛下のスピーチでも、まあ、当初はね、5年前に、こう、エリザベス2世上からご招待をいただいてたけど、まあ、コロナ禍でね、実現しなくて、まあ、それでもね、イギリス王室をはじめ、まあ、イギリスの皆様がね、本当に諦めずに、まあ、ものすごい配慮であるとか、ご尽力をしてくださってで、今回の訪問が実現したことへの感謝というのをね、述べていらっしゃいました。 でこの放映できたことを「アットモースト」っていうね表現を使われて、まあ、最上級の喜びですよというふうにねおっしゃっていたんですね。もうアットトモーストっていうのはもう本当にこう頂点みたいな感じなのでもうまあ頂点の喜びみたいな感じですよねでここであの故エリザベス二世女に対して私が心から尊敬しているというふうにね訳されている部分なんですけれどもここがあの「のグレートリー・アドマイヤード」というねこういった表現が使われておりました。 まあ普通ね、尊敬というとまあリスペクトというね、この言葉が先に浮かぶんじゃないかと思うんですが、このリスペクトというのは、なんかね、もはやこう日本語になりつつあるくらい、日本でもね、浸透しておりますけれども、このリスペクトがまあ理性的なね、ちょっと評価に基づいた尊敬の気持ちで、敬意であるとか、礼儀を重んじるときに使うのに対して、今回、陛下が使われたアドマイヤーというのは、なんか憧れるみたいなね、簡単するみたいな意味でして、 まあ同じ尊敬でもちょっとやっぱり雰囲気が違うんでですよねでこっちの「アドマイヤの方はちょっと感情的な側面が強くて、まあ、相手の素晴らしさに心から感心するみたいな、まあ、そんなニュアンスが含まれるので、まあ、人間としてあのエリザベス女王に憧れの気持ちで、まあ、私がこう惚れ込んでるなんかエリザベスに世女王みたいなね、まあ、そのぐらいの感じが込められていたのではないかと思います。 そして昨日ね、チャールズ国王があの他の、ね、国の国家元首に対してはグレートプレジャーというね、まあ、一般的でまあややフォーマルな言い方でえ歓迎しておりますよというね、気持ちを表したのに対して天皇皇后両陛下の晩餐会の時には「そうディライ g h という言い方で、まあ、心からの喜びをもう本当に心底を喜んでおりますというふうに ちょっと他の国の国家元首と天皇皇后両陛下を迎えた時の歓迎の言葉にあの少しこう使い分けを、ね、されたのと、まあ、同じような感じで陛下も、えー、こうエリザベス女王について語る時には、まあ、単なるこうリスペクトですよではなくてアドマイヤーという表現で心からの憧れを込めた、まあ、尊敬の気持ちというのを表現されたというようなことですね。 えー、そしさまざまな方々の尽力で今回の訪問が実現したというのは本当にね陛下の心からの、えー、感謝のお言葉だったと思います、えー、そんなね縁の下の力持ちの中でも大きな柱の役目を果たされたのではないかと思いますがジュリア・ロングボトム大使もねこの晩餐会にご出席をされていてちょうどなんか会場入り姿がねお写真に収められておりました。 でこの時ねちょっとお隣でご一緒に入場されているのがチャールズ国王のい番ん末っ子の弟、ね、さんのエドワード王子と入場されるほどねこのロングボトム大使は位が高いというねそういったこともこの写真からわかるということですね。そして、この日ねロングボトム大使はダークグリーンのドレスをお召しでいらっしゃいました。 本当にねロングボトム大使には戴冠、えー、式の時はね本当にごめんなさいそして今回の天皇皇后両陛下のね放映に駐、えー、日英国大使としてもう万全の体制でねご尽力を下さったことに改めて、えー、一国民からではございますがお礼を申し上げたいと思っております。 そして、えー、偶然映り込んでしまったと思いますしい、まあ、らない情報だったかなとは思うんですけれども、まあ、うちとこの、ねえー、西村宮内庁長官も、えー、出張って来られてあってそして笑顔で、ねえー、写真に収まっておりましたので一応貼っときたいと思います。 西村長官にとってはね今回のね晩餐会に出れたということがもう人生最大の晴れ舞台だったんじゃないかというふうふにね思いますのでまあこれを機にねちょっと少し心を入れ替えていただいてもう今後はね心から天皇皇后両陛下のために尽くしていただきたいなというふうにね期待をしております。 で話をスピーチに戻しましてもう1点、ね、陛下が使われた単語で私が印象に残った単語があるんですけど前半の、ね、ご挨拶のところで、まあ、長年にわたり築き上げられてきた日本と英国の交流の深い重要性の、ねえー、この部分の長きにわたり築き上げられてきたのところでこの「築く」っていう部分に「フォージドという、ね、単語を使われていたのが印象深くて。 気づくってこうビルディングとかね建物とかのビルドっていうね動詞が一般的かなと思ったんですよ。でもフォージドを使われたのは同じまあその気づくというね意味でも努力して築き上げてきたみたいなねそんな力強い印象が、えー、ありまして。というのがフォージってなんか製鉄業界とかでよく使う単語でしてあの鉄鋼製品ってフォージングとキャスティングってね大きく2通りの製造方法があって。 キャスティングというのは鋳型ですね。なんか型に流し込んで作る製法なんですよね。ね、なんか鉄なんかをこう高温でね、ドロドロに溶かして、で型にこうチャート入れて、こう冷やし固めるみたいな作り方なんですけど、まあこれだとすごくこう複雑な形状のね、えー、鉄鋼製品なんかを作るのに適してるんですけど、でもすごい極端な場合はなんか。 下手するとねこう中に空気が入ったりとかねもう単純にこう型にチャーテて流し込むだけなので巣みたいなこう中に空気が入ったりとかあと強度はそんなには強くならないんですねそのフォージングと比べると強度は弱いっていうことなんですよ。 でフォージングというのは単造品というんですけど日本刀をね作る時の刀鍛冶さんとかをイメージしていただくのが一番わかりやすいんじゃないかなと思うんですけど鉄製品をね型に入れてチャーティーやってく作るんじゃなくて熱した鉄をねハンマーみたいなので叩いて叩いてでまた熱してそれをこうまた叩いてこう何度も何度もねたいて熱してみたいな繰り返して作るわけなので。 まあ時間も手間もかかりますが、まあ、ものすごくこう鍛えられてね強度が強いものができるというね まあこの感じなんですよなんでこの「フォージというね単語を使うことでこの日英の関係というものが一長一短にねパッて作ったものではなくてその両国の頼まぬ努力によってねもう本当に少しずつね努力を積み重ねながら築かれてきたものであるというね、まあ、そんな感じが出てたんじゃないかなと思います。 そしてチャールズ国王はね日本のアニメキャラクターなどのポップカルチャーに言及されてあったんですが、まあ、陛下はね iPS 細胞の山中伸博士と、えー、ジョン・バートランド・ガートン教のつながりそれからノーベル文学賞の、ね、数多い石黒できましたかというね、まあ、そんな感じですね。 私あの和尾石黒さんのお父様が、ね、エンジニアでこの高潮予測システムの、ね、計算をされていたことは全く、えー、存じ上げませんでしたしこのドクター風に出てくる、えー、ターディスというのも、ねえー、知らなかったのでちょっとイメージが、ね、わからなかったんですけどちなみにこのタイムマシンのねターディスで調べたらこんな画像が出てきましてなんか電話ボックスみたいな形なんですけど。 なんか今日あたりね X で BBC がね天皇陛下宛てにこの BBC のドラマのね「ドクター風とターディス」を紹介してくれてありがとうみたいなね、まあ、そんなコメントをターディスの写真とともにねポストされていたら面白いんじゃないかなというふうに思いました。で昨日ねご視聴者様からコメントを頂い,いておりました件なんですけど「えー、高田松原」っていうね言葉が出ていたけど、まあ、どんな話だったんですかというねご質問があったんですが。 これはチャールズ国王が、まあ、後援者ですね、なんかパトロンをしてる、えー、旧王立植物館もあの天皇陛下が訪問する予定なんだけど、まあ、そこに絶滅の、まあ、リスクがある種というのがね、種子が保存されてて、えー、その中に東日本大震災で津波被害にあってもこの高田松原でね唯一生き残った奇跡の一本松とね同じ種類の種が含まれているそうということですね。まあ、そういった話を陛下がなさったというようなことでございました。 そして最後にオックスフォード大学を訪問する予定ですのねこの話のところで陛下がちょっと冗談をおっしゃってチャールック・コーがそれまで割とねこう神妙な顔つきでスピーチを聞いておられたのにちょっと意表をかれたのかね一瞬ちょっと声を出してププって感じで笑ってらっしゃった場面ですね。 これねあの私の印象が違ってたらちょっと申し訳ないんですけどなんか陛下がねここだけアドリブであのこの冗談をねいきなり付け加えたんじゃないかなというねそういう印象を持ちました結構なんかチャールズ国王のスピーチがユーモアをこう盛り込んでいらしたので、まあ、それに応えてご自身もちょっとなんかあの冗談を思いついたのでね国王を笑かそうと思ってなんかこう言ってみたみたいなちょっとそんな感じの風にも見えたんですが。 まあこれはもちろん、ねえー、単に私の印象なので実際にはあの準備されていて実際には違っていたかもですけど、まあ、どのような会話だったかと言いますと、えー、また皇后と私が学生時代にこの国の生活や文化を体験したオックスフォードも訪問する予定ですというふうにおっしゃった後で、えー、申し訳ありませんが国王陛下にとっては間違った場所かもしれませんというふうにおっしゃったんですね。 英語では「そ、え、り、ー、maybe the wrong place for your majesty」というふうにおっしゃったんですよね。でこれ日本のメディアでは、えー「国王陛下の母校のケンブリッジではありませんが」というふうにね訳されてたんですけど実際にはもう少しちょっとね、えー、遠回しな言い方をされてあったんですね。ケンブリッジとというこはは特に言及はされててなくてあの へチャールズ国王にとってはちょっとあの違う場所かもしれませんけどねみたいなぐらいのちょっとこの意味なんですけれども、まあ、日本語に訳されてた通りでございましてチャールズ国王はケンブリッジ大学で、まあ、オックスフォード大学はいわばライバルみたいなねチャールズ国王にとっての母校のライバルがオックスフォードなので、まあ、日本で言うと、えー、東大 と兄弟みたいなね。そんな感じなんですかね。なので、まあ、仮にオックスフォードを東大に当てはめると、チャールズ。ここは兄弟出身みたいなね。そんなイメージなんですかね。なので、まあその兄弟出身のチャールズ国交に対して自分たちは東大のね。でも学んだので、東大見に行くんだ。みたいなことを言う時に、あのチャールズ国交にとってはちょっとね。あの違う場所をあの間違った場所に。 見えるかもしれないけどね。みたいなことをおっしゃったということなんですよね？なので、まあ、チャールズ国王も思わず、ちょっと <laughs> プップってね。笑ってしまったというようなことですね。まあ、このような形でチャールズ国王も金城、陛下も上辺だけの歓迎挨拶ではなくて本当にね。こう。あの型通りの歓迎挨拶じゃなくてまあ、それぞれにね。本当に心からのお気持ちがこもった素晴らしいスピーチだったと思います。 ということでございまして、今日はね、天皇皇后両陛下が国賓としてイギリス訪問のされていらっしゃいます晩餐会のスピーチについて、えー、今日はね、天皇陛下の方の返礼、えー、のスピーチをご紹介をさせていただきました。本日の動画は以上となります。なお、ただいま、敏宮愛子さまの立体史を目指す皇室典般改正を希望する署名活動を行っています。予定では8月31日までとなっております。概要欄に署名ページへの URL を記載しておきますので、ご賛同いただける方はぜひご署名をお願いいたします。 今日もご視聴いただきましてありがとうございました。